はい、どうもミニマリストたけるです。本日もですねユンさんのお宅にお邪魔しておりまして、今回はちょっとこの辺りの収納を片付けていきたいと思いますのでお願いします。お願いします。はい、で、まあ、先ほど本をこちらにあったのを全部取っ払ってもう一つの部屋の方に運んだということで、とりあえずここはすっきりしましたと。はい、次はここの書類関係そうですね、ですね、はい、まあ、ちょっと出していきながら必要ないものはちょっと片付けていこうかなと、はい、思いますので、はい、お願いします。お願いします。どうしましょう。上から行きますか。上から行きますかね。はい。もうめっちゃ埃がかぶってる。本当ですね。ちょっと不幸かな。はい、あ、そうですね。娘の保育園とか小学校の時に買った写真を収めてるんですけど、ね。ああ、なるほど。もう写真は写真でひとまとめにしてもいいかもしれないですね。例えば向こうの本のところとか。そうですね。全部今までのやつを集めてひとまとめにしようと思います。そうですね。はい。で、あとはちょっと CD ですね。うわ、すごい埃が。マスクしてた。そうですね。続いてはまあ封筒だったり、あとポケットティッシュですね。これもじゃないかな。はい。中身だけ確認。そうですね。あ、これは私が解約したジムの書類なのです。お、じゃあもう捨ててもいいですね。なんか結構解約したものとかも残したりとかするから。はい、もう埃が、埃がすごい、すごいですね。はい、で、あとはこれですね。あ、写真ですね。はい、で、これが終了証明書ってなってます。いるのかな、いらない気もするけど、ちょっと終了の名前、まあ、聞いてみないとですね、うん、なんか入学式のしおりがあったりとか、うん、まあ、クリアファイルとかももういらないですよね、多分。なんか入学直後は友達の名前が分かんないからって見れたりとかしたんですけど、はいはい、いらないですよね、はい、多分これはブライダル関係なんですかね。そうなんです、まあ、ちょっと写真を撮ってなくて、資料撮りたいって言って資料整理したんですけど、はい、また撮り直す話でも、うん、の方がいいですよね、の方がいいと思います、もう多分結構古い情報だったりとか、ね、値段変わったりとかするので、なのでちょっとファイルは使えるかもしれないので、はい、これはじゃあいらないものは預かりましょうか。結構やっぱりその資料請求とかしてそのまんまになったりとかもしますもん ね、 そういうのはもう期間が過ぎたらちょっと処分するのが、うん、はい、いいですか、はい、はい、ではあとクリアファイルはもう全捨て、もう全捨て、クリアファイルも全捨てで、いっぱいあるので、はい、そうですね。で、この中が裁縫道具ですね。あ、さっきのこれ裁縫道具ここに入れますか。はい、はい、で、パンフレットは、まあ、いい宿だったから撮ってたんですけど、はい、もう名前も覚えてるんで大丈夫です。はい、それでもう上がすっきりしましたね、はい、で、ちょっと写真があるのでこれはじゃあちょっとよく見て、はい、これ会員証ですかね、きっと。あ、そうですね、はい、あとこの辺はこの間のなんか布団買った時の保証書で、はい、高かったからちょっとだけ置いとくって言いました。はい、で、ハウスクリーニング、あと付箋、付箋は存在忘れてて持ってるので捨てちゃおうかなと思います。存在忘れてたものはもういらない、ね、必要ないってことだと思います。へそくりか、はい、はい、これ誰のへそくりなんでしょう。これはわかんないですね、ちょっとラッキーってことで、はい、ご主人のへそくりかもしれない。これ動画で暴露されるんですかね。そうですね、俺のやみたいなはい、お金出てきました、はい、じゃあどうしましょう。ここに戻すのとかありますか。一回なしでちょっと一回全部出してから考えて、はい、いいですかね、はい、では一箱開いた感じで、はい、ここにはかなりカード系が、カード系からいきますか。これ全部主人のカードなんですよ。だから何のポイントカードですか。カラオケとか。ああ、でもここに置いてるってことは半分ぐらいは捨てていいと思うんですよね。多分行ってないところとかもあると思う、ね、自分の財布に戻さないってそういうことだと思うんですよね、はいはいはい、でも赤ちゃん本舗とか行かないじゃないですか。 T、はい、カードなんて使ってるとこ見たことないしな方法、はい、いらないんですけど、はい、これは一応聞くっていう感じで。でもこれは聞かなくても捨てていい気がします、はい、であとはガス風呂給湯、この間もらったやつです、はい、これもガス風呂ですね、はい、アイロン、アイロンはセリーです。はい、捨てましょう、はい、もう保証も1年ですし多分1年経ったと思うんです、はい、これは何なんだろう。あ、名刺入れか。あ、名刺入れは大事ですね、はい、
この辺はちょっと厄介かもしれないですね。契約書とか多分なんか。でもさっきちょっとたけるさんに、はい、あの説明書何を残すか聞いたじゃないですか。こまごました買い替えられるものはもういいってことですね。あ、そうですね。体重計とかもいらないですね。いらないですよね。まあ、一応あの動画の裏側で何話したのかというと、取扱説明書で何を残すかって言ったら、まあ、高価なものだったりとか家具家電ですね、そうです、はまあ、残しておいて、であと製造から5年経ったものは売れないんで基本的に、だからそういうのももう処分してもいいのかなと、はい、あとこのごました時計の保証書とか説明書とか、まあ、そういったのはもう、ね、買い替える時にはもう処分するのがほとんどと思うんで、そういうのも処分していいのかなと、取扱説明書はっていう感じで言いました、うん、これはいいです。はい、じゃあ処分ですね。布団乾燥機も全然使ってるんですけど、はい、使い方が単純で多分確認することないと思うんで、はい、知ってましょう。そうなんですよね、結局もう使い方さえ分かっちゃえば多分もう壊れることもほとんどないですし、なんならネットで調べられるから、そうですね、全然なくてもいいんですよね。炊飯器も基本的に困らないので、じゃあ捨てちゃいます。はい。残したのは冷蔵庫とブルーレイと、はい、あとフードプロセッサー、たまに違う使い方するときに使い方知りたいんで残して、はい、かき氷器は今手放すことを検討中なので、はい、残しておくと。はい。はい。じゃあそんな感じで、はい、はい、2段目もとりあえず空になったと。はい。はい、そして3段目ですね。はい、これもストレートアイロンの、まあ、はい、使い方単純なんでいいです、はい、キッズフォンはでも自分たちは使い方分かってるんですよね、はい、じゃあ捨てます。続いてこれは何だろう、お菓子作りに使ってるやつ、はい、これ使い方単純なんで、はい、これは処分して、うん、これはレシピだけ残して、これは水筒の取り扱い説明書はいらないですね。いやすごい量だ。で、契約の見積もり書、もう見積もりとは、ね、見積もりはもういらないですね。で、ゴミの出し方ももう分かってますよね。はい、じゃあ捨てましょう、はい、はい、あとは、はい、保険のなんかですよね、はい、多分こういうのあっても絶対見ないですよね。あ、これ年金ですよね、年金。いや、これ年金大切なお知らせって書いてありますけど、これ、なんかたまに届きますよね。あ、そうですね、たまに届くけど多分捨ててもいいものがほとんどだと思うんですけど、ね、だからそれ捨てようかな、はい、でも1回目通した方がこれだって未開封で多分このまま入れてるんで、これも未開封だったんですよ。これは保険会社からの、なんか主人は、はい、あの自分宛ての郵便物全部開けないので、あ、開けなかったら意味ないですね。私が開けて仕込み書でも、もうあの保険会社入ってるので、もうじゃあいらないですね。はい、処分して、うん、はい、じゃあこれを、はい、でもこれいつのですか？29年。ああ、じゃあもう、ね、もう売れないですね。2年間じゃあ2年3年保管したとかですよね。じゃあこの辺ですかね。契約手続きのご案内もいらないですね。いらないですね。はい。住民票だけでもう時効ですよね。はい。住民票。はい。あ、これはこのソファーの、はい、多分、保証書かな。あ、なるほど。これは一箇所にまとめてみたいな。はい。はい。はい、これで、もう一箱もとりあえず終わりましたね。はい、まあでも、結構かなり減ったから、だいぶ。だいぶ減りましたよね。減りました、減りました。うん、もうやばいぐらい書類が。ということで、あの、はい、この3段にあった契約書とか、はい、まあなんか通知のものとかが多かったんですかね。はい。はいはい、どうですか、片付けてみて。結構期限の過ぎてるものとか、はいはいはい、もう使えないものも多かったんで、はい、見直し大事だなとか、大事っすね、やっぱり情報が古くなってるものも結構あったので、そういうのもどん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 取り出していった方がいいなと思いました。そうですね、うん、中にはもう未開封のまま入れられたものもあったし、あと結構ポイントカードとかも結構束になってあったものがあったりとかして、でもその中にも多分もう行かないところとかあると思います。ありますもんね、はい、ということで、はい、何か感じたこと、なんかこれから片付けたいとかいう人にアドバイス、書類関係で書類関係って、はい、多分取っかかるまでが時間がかかると思うんですけど、結構めんどくさいですよね、はい、一つ一つ確認するのが。そうなんです。でも見てみると、はい、意外といらないものが結構あるかなと思いましたね。でやっぱり契約書って
あのめちゃくちゃ重要で、あの僕自身生前整理品整理やってるんですけど、はい、あの契約書がもう本当にバラバラのところにあると遺族が大変なんですよ、うん、そうだからもういらないもの契約書はもう処分して、必要なものだけ一箇所にまとめてくれるとすごい助かるんですよね。だからそういった意味ではもう古いものは処分して必要なものだけ残してくれるとすごい楽なのかなっていうのはあるので、うん、はい、分かりました。ぜひぜひ、はい、あの今後なんか契約書とかどっか一箇所にまとめて、そうですね、まとめた方がいいですね。いいです本当に、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。